先生、締め切り今日までなんですけど。加賀君、ちょっと待って。もうちょっとで終わるから。もうその制服今日で5回目ですよ。5回目とか数えてんじゃないよ。だからアイディアがあんなら早めにまとめてくださいって言ったじゃないですか。昨日何してたんですか。ずっと考えてたよ。小説家なんだよ。小説書くのが仕事なんだよ。当たり前だろ。そういえば昨日モンハンの最新作の発売日でしたよね。モンハン？ああ、そうなんだ。先生まさかやりましたね。おい、何言ってんだよ。締め切り前日にそんなモンハンなんてやってるわけ。すいません、やりました。ありえない。いや、違う、信じて。本当に10分だけやろうと思ったんだよ。本当に10分。まあそうですよね。確かにやり始めたら止まらなくなっちゃいますもんね。まあそうなんだけどね。って何やってんですか本当に。もうごめん、本当にやっちまった。なんでもう10分もやっちゃったの。もう本当にいい大人なんですから、スケジュール管理くらいちゃんとやってくださいよ。くるのねんね。本当に頼みますよ。完成するまで部屋から出ないでくださいよ。部屋からってトイレは？そこにペットボトルがあるでしょ。あ、まああるけど。これでお願いします。ペットボトルって、ペットボトルにする方が時間かかるでしょ。あー、ごめんなさい。ペットボトルの方がいいと思ってたんで大丈夫です。もう本当は頼みますよ。どうしよう。先生、順調ですか？気分転換に来る。天城、ここにいたのか。だるいな、課外学習。どうしたの、宮原くん。実はさ、俺、携帯変えようと思っててさ、データ確認してみたら、天城の LINE まだ持ってないことに気づいたんだ。LINE だから、教えてよ。あ、ごめん、俺、携帯持ってないんだ。え、マジで。天城さ、俺らもう15歳だぜ。本爆炎でないでさ、携帯買ってもらえば。え、でもそんなに欲しいと思わないから。今は欲しいと思わなくても、そのうち周りから置いて帰るぞ。お父さんにねだってみれば。お父さんも大人になるまで必要ないって言ってるし。天城に近がってんな。やっぱり変わってるのかな。
少年さ、なんかあった？え？いや、なんか不安そうな顔してたから。なんか悩み事でもあんの？いや、そんな。まあな、悩みっつうのはあれだよね。抱えれば抱えるほどさ、溜まってくもんだからな。まあでもこれがまた大人になるとさ、消化しきれなくなるんだよ。わからないと思うけどな。はあ、少年はまだ学生？なるほどね。もしさ、俺でよければさ、もし悩みがあるんだったら俺に言ってごらんよ。俺もさ、今もう家にもうめちゃくちゃうるさいやついてさ、もう戻りたくねえんだよ。あいついつ戻ってくんだよ。まあ時間つぶしっつっちゃなんだけどさ、もしよければ、俺でよければ話聞くよ。初めて会った人にこんなこと言うのもあれですけど。いいよ。そういうことか。はい。でさ、実際はどうなの？少年は携帯欲しいの？まあでも、みんな持ってるし、持ってない人の方が少ないくらいだから、持っておいた方がいいのかなって。なるほどね。すいません。こんなことおじさんに言ってもしょうがないですよね。ちょっと待って。おじさんって、俺まだ27だから。27。30とかだったらまだおじさんでいいよ。でも俺まだ27だからね。はあ。まあいいや。で、君のお父さんは反対してんの？はい。大人になるまで必要ないだろ。いや別に強制的にダメって言ってるわけじゃないと思うんです。大人になるまでね。おじさん、僕変わってるかな。俺が言うのもなんなんだけどさ、そんなに周りに流されなくてもいいんじゃないか。うん、というのもな、俺も昔同じようなことで悩んだことがあるんだよ。おじさんも？うん。まだ俺が少年ぐらいの年の時かな。僕ぐらいの年。そう。
俺が学生の時に尊敬する先生がいてな、その先生に将来のことで相談したことがあったんだよ。将来、まあなんていうか、俺も自分の趣味を仕事にしたいなって思ってた。でも友達や親から反対されて、考えが甘いのかなって。それこそ俺は少年みたいに考えが変わってるのかなって思ったもんだよ。でもそんな悩みを相談した時にその先生が言ってくれたんだ。やる前から疑問を持って臨んでもいいものはできない、やってみたからこそ初めていいものができるんだ。だから自分が持ってる感性ってものを大事にしなさいって言われたんだ。だからその言葉を聞いた時に、とりあえず自分を信じてみようって思ったんだ。まあ確かにしんどくなってやめたくなったこともあったけど、先生のその言葉を聞いて頑張ろうと思って今があるんだなと思って、まあまだ勉強の毎日なんだけどね。だから少年も自分の意思と感性ってのを大事にすべきだと思うよ。まああくまで俺の意見だけどね。うん、そういえばさ、さっきから少年は何の本を読んでんの？これですか？うん。どんな本が好きなの？恥ずかしいな。ああ、まあいいよ。無理して言わなくてもいいからさ。いや、そんなことないですよ。ご存知かわからないですけど、うん、この明日は我が身っていう作品なんですけど、うん、この作品内容も素晴らしいんですけど、もう登場人物のセリフがいいんです。なんか共感できる言葉が多くて、うん、先生の言葉を借りるなら感性が近いって感じがするんです。へえ、それはいいね。そうなんです、自分の気持ち次第で読む人の喜怒哀楽を動かす作品ってなかなかすごいことですし、憧れてます。へえ、そうなんだ。いい本だね。あ、悪い少年、俺もそろそろ戻らなきゃ。いろいろ話してよかったよ。うん、俺も少年みたいに現実に向き合わないとな。はい、ごめんな。ありがとうね。じゃあまたね少年。あ、おじさん。だから俺はおじさんじゃ。ありがとうございました。少年、またどっかでな。の忘れた。まあ、またどこかで会えるからいいか。だから少年も自分の意思と感性ってものを大事にすべきだと思うよ。自分の感性を大事に。よし。
れ先生戻ってきたなら声かけてくださいよ。うん、ごめんね。あれこれ原稿ですか。うん、置いといた。え、もうここまで書いたんですか。うん、まあね。外へ行ったのがいい気分転換にもしかしたらなったかもしれないですね。どちらに行かれてたんですか。ちょっとね。隠し事ですか。まあ、その息ですよ。タスク編集部に間に合いそうだって連絡入れますね。お、お願いします。天城さん、この度は乃木賞において新人部門での受賞、誠におめでとうございます。ありがとうございます。今回受賞されました天城さんのデビュー作である花という作品はどのような思いを込めてお書きになったんでしょうか。花ってたくさんいろんな種類がある中でさらに鮮やかな色で分かれてますよね。それって花が織りなす個性だと思ってまして、あ、もろん花が全て意識して変えてるわけではないですが、ありのままの魅力っていうことは僕ら人間も大事にすべきではないかなと思って執筆してみましたが、まさか賞を受賞できるなんて思ってもいなかったです。今回天城さんが尊敬されている佐伯先生も天城さんと同じ18歳で明日は我が身という作品で新人賞を受賞され、今回もラブチャイルドという作品で最優秀賞を受賞されております。もうお会いになられましたか。いや、まだお会いできてません。いやすいません。すいません、ごめんなさい、ちょっと今道が混んでたもん。お会いできて光栄です、佐伯先生。私もだよ、天城くん。いや、おじさん。だからおじさん。いや、もう30はおじさんだな、少年。佐伯くん、明石先生、来てくださったんですね。そりゃ君の晴れ舞台だからね。ありがとうございます。佐伯くん、いくつになった。もう30ですね。もう30かね。そうですね、もうさっきの子にももうおじさんって言われちゃいましたよ。あ、明石先生、あの時明石先生が将来迷ってた僕に道を示してくれたからこそ今の僕があります。改めて本当にありがとうございます。え、私なんか言ったっけ。覚えてないんですか。いや、そんなことないよ、覚えてるよ。もう先生やめてくださいよ、本当に。ごめんごめん、実はこれから人と会う用事があってね。これで私は失礼させていただくよ。あ、そうなんですね。はい、わかりました。あ、そうだ、一度家に遊びにおいでよ。あ、はい、ぜひよろしくお願いします。またこれからも君に世話になると思うからね、よろしく頼むよ。こちらこそ、はい、よろしくお願いします。もしもし、
あー、お疲れお疲れ、カウ君、お疲れ。あ、消防士？あ、もう今終わっ…え、締め切り今日までだっけ？あ、ごめん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 、ちょっとか、あ、でもちょっとポケモンやりたいだよね。あ、ごめんごめん、嘘嘘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 嘘、ごめん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 、またプリン買ってて、ごめんごめんごめん、今から戻って書くから、ごめんね。はい、すいません。佐伯君に言い忘れてたな。私が実は嫁さんの婿養子で、学校では旧姓で名乗っていたことを、家に呼ぶときにたどり着けるかな。まあまた会ったときに伝えるかな。お、いたいた。言ってたんだよ、父さん。ごめんごめん、昔の知り合いと話しててさ。ほら、早く帰らないと、母さん心配してるから。ごめんごめん、母さんには連絡しとくよ。お、宗介、昨日買った携帯もう使えるのか。これぐらいはね。もしもし、母さん、あ、今から帰る。